本日は私服ライドです。なぜ私服ライドをしているかと言いますと、ちょっとねそこに触れながら今日は漕いでいきたいんですけど、インスタグラムの方で女性の方結構いらっしゃったんですけど、複数名からこうオートバイクかっこいいやりたいんですけど、服とかウェアってどうしたらいいんですかっていう風な相談というか、ちょっとお話をいただき聞きまして、でこうオートバイク乗るのにこんな服装でいいんだよっていうような動画がちょっと作りたくって、今日は私服ライドをしています。いいえ、大丈夫よ。この辺ね、どこか川にね、水線があるの？川に水線が入ってる。水線はどこかしら？あるの？水線。今日は風がすごいね。今日は今午前中ですがさ、うん、10度いかんからね。寒いよね。うん、塗りたてのアスファルトの匂い。家好きではない。すごいね。詳しい。うん。ちょっとウェアについては後ほど言うんですけど、ゆるポタ私服ライド。基本なんでもいいよね。なんでもいい。ね。って思ってます。すごい汗をかく。うん。トレーニングとかはベッド。でもそうじゃないときはなんでもいいと思うよ。うん。それはね、最初ロードバイクねかっこいいって思って乗ってる人を見たりだとかしたときに、ピチピチやん。なるよね。素直な意見ね。うん、素直な意見。絶対ピチピチやん、恥ずかしい、体のラインが出る、嫌だって思うと思う。それは普通当たり前のことと思います。わかるよ。けどこうガチでトレーニングをするとかっていうわけじゃない時とか、ゆるポタっていう時はもう普通に何でもいいと思います。で、最初に自転車車体を購入する時に、何も知らない状況で自転車屋さんに勧められて買ったものっていうのが、曲がりますよ。ました。国画跡。ここは遺跡が昔発掘されて採掘された場所。なんかね、山口県防府市って前前進行っていう映画が昔あって、国画って言われる、今でいう県庁市役所みたいなものがあって、清少納言さんが幼少の頃いらっしゃったみたいですよ。はい、
やめましょう。やめましょう。こんな下かな、こっちかな、ちょっとね。いや、さっき言ったんよ。はい。ここは昔、今で言う県庁の市役所。おー。で、うん、水晶長岡。うん。子供の頃、うん、住んでた。ほうほうほう。そうかもしれない。すごいね。はい。で、気を取り直して。はい。で、車体購入するときに自転車屋さんに勧められて買ったものが、まあ、時期が夏だったっていうのもあるんですけど、冷パンの、短いですよね。パッド入りの冷パン。うん、そう、パッド入りの冷パンと、あと、上が、肌着が、なんだっけ、あの、自転車のインナー。うん、そう。なんていうの、レース、レースって言っちゃダメよね。編み編みに。発汗作用がある。あ、そうそうそう。うん。適応対策の、インナーね。長袖だったね、あれはね。うん。それとさ、もう一つ買ったじゃん。うん。何買ったの？バレットのウェア。おー。懐かしいね。懐かしい。ただそこはこう、レディース用ではなくって、ウィメンズ？なんていう、メンズ用しか置いてなかったので、サイズがちょっと大きかったよね。ウィメンズの用やな。うん、そう、ウィメンズがなかったので、うん。メンズ用で、うんうん、あの、ちょっと大きめの。うん。買いましたね。うん。ダボっとしたやつでしたね。うん、でもそれがさ、逆に、初心者からしたら、ちょっと恥ずかしさをね、軽減できて。うん、してくれた。うん、よかった、あれは、うんうん。うん。なんでよかったの？行きましょう。はい。そう。お、風が、すごいね。そう。なんでよかったか、やっぱりさ、あの、ピチピチじゃなかったからさ、最初からウエスト周りと腕の感じ、うん、そうね、なんかそういうところを考えたら、ちょっとそこまでダボっともしてないんだけど、よかったよね。そう、あの、お尻周りを、そう、腰のお肉とお尻周りのお肉が隠れたから、うん、なんていうの、恥ずかしめはなかった、うん、そこまで、うん、うん、レーパンに恥ずかしめは私あったよ。あ、レーパン？うん。あ、レーパンはね、言うてビチビチやったよ。うん。でもそれはさ、自転車漕いでるときは私なんとも思わなかったよ、うん、止まって休憩するとき、うん、あのとき恥ずかしかった。恥ずかしい人はさ、うん、あのショートのなんていうかパンツとかあるやん、うん、スカートもありますね、うん、スカートとかめちゃくちゃ可愛いんで、うん、そうね、ワンピースタイプのウェアもあるでしょ。あるね、ね、可愛いよね。ね、いや、本当やったらまだ恥ずかしさがないかな、うんうん、ね、そうね、来ますよ。でも、言うて重ね重ね言うけれどもさ、うん、それでも焦げるの。うん、全然焦げる。本当に。ちょっとゆりさん先に行って、ちょっと服装を見せてもらえますか？はい。横失礼します。どうぞ。これ挨拶大事。うん。で、抜かすときは右側からですね。はい。はい。ゆりさん今日、下それストレッチを効いてるスキニー？はい、スキニー。はい。リビンディングシューズに靴下は普通の靴下、冬用の普通の靴下ですね。今日体感気温さ、うん、3度から5度なんです今、うん、寒いじゃないですか、うん、だからふわふわもこの靴下、はい、で上がダウン着て、中は何ですか？中はちょっとまた厚で言いますけど、はい、ちょっと中だけね、うん、違うんですよ。はいはいはい、うん、気になりますね。はい、帰っちゃう。
あーちゃんはね、うん、まあ、あの後で言いましょう。おお、カラス。でもなんていうの、寒い、風が強いな。おお、強いね。風は強いけど、なんか日が優しいね。うん、あったかい。あったかいね。何や、何や。あ、紫色のお花？これ蜜吸えるやつ。うん、そう、めっちゃ吸いよった。わかる。小学校の帰り。うん。めっちゃ吸うよ。そう、吸う。カルビアの花。やりよった。それと一緒にさ、アリ一緒に吸いよった。何？アリ。あ、頑張ります。はーい。よいしょ。はい。あずゆに。ゆるぽたとか、うん、恥ずかしいよって言った時は、うん、ここはダボっとしてない、うん、そしてきつくない、こういう伸びる、めっちゃ伸びる。すごいね。ストレッチ。ストレッチね。うんうん、多分ね、1000円ぐらい。安っ。じゃろ？安っ。そう。1000円ぐらい、これ。ああ。どこで買うたん？めっちゃ怖い。ピー入れてくださいね。です。おー、でもね。モンベルさんのジオラインっていう冬用のインナー。うんうん、一応汗をかいた意見から、パール泉のインナーを着てます。さっき言った夏用のやつですね。ゆるぽたするときにお尻っていうのはどうですか？痛い？私は痛くない。まあ私ぐらいになると、あーちゃんレベルぐらいになると。あーちゃんレベルになると、うん、このぐらい。やったら尺許容範囲。あ、このダボダボ感、ダボ、うん、ダボダボ感。まあ、そのさ、一応さ、やっぱダボダボって、変に巻き込まれるよね。うん、クランクっていうか、うん。うん。でもね、これぐらいだったらまだない。うんうん。うん、それはでも、あーちゃんレベルよね。まあね。で、なおか、まあ、私今日、本当は好きにも履いてるんよ。うん。これ。履いてるんよ。本当は。うん。本当はこれ。うん。やけど、ちょっと寒かったから、これを履いた、ね。うん。だけ。で、まあ、やっぱり基本的にはこのぐらい、スキニー。うん。こんな感じ。もう、ショップの、黒スキニーです。うんうん、はい。を履いてます。履こうかしら。とんでもない映像だったからね。そうね。で、上はダウンに、ニット。うん。着て、うん。何着てる？自分で何着てるかわからん。で、やっぱり、うん。ウィンドブレーカー着てるかな。うん。うん、あと、ヒートテック。うん。ヒートテック。うん。以上。特に言う、ヒートテックはダメって、うん。見るやん。うん、見る。あれ、焦げる時は確かにダメやん。うん、ダメ。汗がすっごいかいて、うん、その生地が吸ってくれないから、お腹が特に女性は冷えたり。汗びえするし、ダメだね、あれは、うん。ダメ。そう。だけどそれは、速度を結構出して、うん、なおかつ長距離を走るときっていうのはダメと思う。うん、冬はね、うん。自転車用のインナーが1枚あれば、うんうん、季節に合うインナー。あとは、うん、ヘルメットは今の自転車、うん、義務なんかな？義務です。アイウェアは、何でもいいと思う。うん。もう、伊達メガネでもいいよね。うん、この理由が、キャサリンよ。キャサリンさ、うん、通じる、え？通じん場合もあるよね。虫？うん。ちっちゃい虫がね。あの、こう、なんで、カバシラみたいなって、ウィンウィンになっとるじゃん。うん。あの虫対策？うん。っていうのと、ゆるぽたじゃなくって、ガチで、ヒルクライムしてて、山登ってた時に、フォロワーさんが言ってくださったのは、やっぱり車の飛び石っていうのが危ないから、アイウェアはしとった方がいいよ。確かにね。っていうのは、聞いたことあるかな。うんうんうん、なので、伊達メガネでも何でもいいと思う、うんうん。ちゃんとレンズがあるものやけど。あの枠だけじゃなくってよ。ちゃんとレンズがあるもの。そうね、うんうん。守るためにね。そう。うん、が必要かなって思います。うん、はい。あと、手袋どう思う？手袋はね、うん、今日のこの気温では、うん、いるです。夏は汗をかいて、うん、ハンドル周りが滑るから汗を吸わせるためとか日焼け止め対策やんね、うんうん、冬とかちょっと秋とか春っていうのも日焼け止め対策もあると思うんですけど、うん、冬は防寒、うん、防寒やね、うん、あとドリンク、
見てん。見てこれ。ふざけて。ふざけて。ふざけとるよね、これ。そう。そうなんで。何でもええと思う。何でも。うん。あの、ゆるポタに関してはですね。人に迷惑かけんかったら何でもええと思う。そうそう、飲みたいもん飲みゃええんよ。うん。私ね、怒られたんやけど、うん、ボトルに。ボトル。ココア入れたことか。そうやろ。本当。すごいね。うん、だって飲みたかったやん。え、それやけどさ、飲み口つまらんかった。つまらんかった。ほんと？気分も悪くならんかった？ならんかった。すごいね。うん。まあ、いろんな人がいるっていうことですね。だから、なんか絶対こうした方がいいっていうのに、根拠はあるんよ、うん、絶対。うんうん。私の中で最近あの流行り。何？エビデンス？うん。何？科学的根拠？うん、根拠。うん、で、ある。確かに。うん。うん、でも、自転車を始めたいけど、なんか形にとらわれすぎちゃって、うん、ちょっとなんかそんな決まり事がいっぱいあるんやったら、ちょっといいやっていう女性って多いと思うから、うん、実際私たちの周りにはね、うん。だから、そこは気にせん、好きにやったらいいと思う。うん。わかるよ、うん。あれもこれもダメって言われたら、うん、やる気がまず失せる。本当に。わかる。これがさ、すごくいいと思うから、うん、ウェア絶対着た方がいいよ、とか言われても、うん、嫌なんやもん、うん、ってなったら、もう絶対、自転車自体にも乗らんくなるから、うん、あの、強制はやめてほしい、うん。あなたの言い分もわかります。違うんよ。確かに、今多分10度なくって、うん、風も5メートルぐらいあって、気温から風速を引いたのが体感温度って思ってるんですけど、うん、5度ぐらいって、私服で漕ごうと思ったら、うん、なんでウィンドブレーカーを着とるか。うん、なんで、モンベルさんのジオラインを着たかない、うんうん。私服では限界があるところはある、やっぱり。うんうん、以下になると、うん、ウェアの優秀さっていうのがわかる、うん。ダボダボは風を受けて体が疲れるんだよっていうエビデンス。確かにあるね。そう。今日はあるんです。そう。ダボダボ、モコモコで可愛く。で、いいや、うん。だけど、これを例えば時速30キロで漕ぎます、うん。山に行きます。無理や。無理よ。暑いし、疲れるし、うん、煩わしい服が、うんうん。そういうのに興味が出始めたら、ウェアに移行していけばいいと思う。うん、なんか、こう、下からとか、うん、ね、上からとかって言って、一個ずつでもいいから、うん、移行するのがいいんじゃない？うん。今日も。着る枚数が同じだとしても、モコモコ感と動きやすさは違う、うんうん。相談する機会がない人が多いから、学生の方とか、学生の女の子とか、うん、どうしたらいいですかって言われるんですけど、言いにくいんと思う。うん、男性にね、まず、うんうん。あの、私たちが行くショップで、女性の店員さんとかがおって、うん、ところもあって、うんうん、男性の方には言いにくいけど、女性の店員さんやったら言いやすいとか、うんうん、聞きやすいっていうのがあるけど、うん、結構女子は悩んじゃってんだろうなって思う。うん。うん、今回は、まずその始めたいけど、ちょっとピチピチがっていう人、こんなんでもいけるよっていう。うん。いいんだよ。そう。みたいなね。うん。っていう動画を作りたくって、そうなん。撮りました。うん。はい。に、ウェアとか二の次でいいと思うと、うん。楽しいもん、自転車って。そうね。健康的やし。そう。まず、楽しむことが大切と思う。うん。うんうんうん、今回の動画が少しでも悩める。女子に届いたらいいなって思います、うんうん。はい。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい。それでは、このまんま、ゆるーく漕いで帰りたいと思います。だんだん今日は寒いけど、ちょっと春らしいよね。うん。竹みたいにお花咲いとったり。そうね。春の陽気が感じられますよ。そういや、ここ、ゆりさん。うん。ペダリング進んでますか？それがですね。はい。ゾーン2ばっかりハマり上げてね。うん。ペダリングやってないんです。でもこの間ね。うん。一人で漕いだ時に。うん。やったんですよ。うん、はい。あのね、壊滅的でした。ダメやった？あれ、毎回やらにいけんね。ああ、やっぱり定期的にやることが。あっとった、やっぱり。何が？清少納言ゆかりの地って。ちょっとかどうかわからんってさっき言ったやん。うんうん、やっぱりゆかりの地で正解でした。
ちっちゃい頃僧侶ちゃんだってなんかで読んだよ。私結構平安時代好きでさ、城跡とかも好きなの、平安時代がすごい好きなの。十二人生きた人たちがここったよなって思うとすごいよね。琴の言葉の中に桜の花びらがなんか舞い散ってくるええね、これは朝日の人たちを巡ってきちゃったんかなかもしれんね、残っとけばよかったのね。なんていうの、建物、いや、あのね、昔ここ時期その後で採掘があったよ、大規模な。今もなんかその展示しているところはある。そういうこと、ここから出たものが違うところに展示されてる。だから今ここだけやけど、もしかしたらもっと広範囲かもしれない。へー。よし。いいですよ、ゆりさん。行かれてください。はい。迷ったらごめん。はい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。